シボレートレールブレーザー。シボレートレールブレーザーは、ゼネラルモーターズが、シボレーブランドで製造、販売している、ボディオンフレーム型の中型 SUV である。初代モデルは主に北米で販売が行われたが、2代目は逆に北米を除く、世界各国で販売が行われる予定である。もとは1999年に、ブレーザー S-10 ブレーザーの、 上級グレードとして登場したが、2001年に製造、販売を開始した、ブレーザーの後継車種にその名前が引き継がれた。ただし、トレイルブレーザーの登場後も、ブレーザーの製造、販売は2005年まで行われた。外寸は、標準ボディ車で全身のブレーザーと、他ホの中間サイズである。近年の日本の海外、大型 SUV 人気の中で一回り小さい。 存在だが、日本の道路事情などからそのサイズは、根強い人気があった。プラットフォームは、GMT360 系を採用し、GMC エンボイ、オールズモビルブラバダ、ビュイック・レーニア、イスズ・アセンダー、サーブ9から 7X とは、姉妹車の関係であった。トレールブレーザーには三列シート7人乗りの X と、バージョンも用意されており、 標準ボディより全長及びホイールベースが 410mm 拡大され、また3列目にも楽に乗れるように配流付加されていた。ロングボディ車は、姉妹車の g m c エンボイ及びスザーセンダーにもまた、設定されていた。トレールブレーザーなどの製造は、GMT360 標準ボディ車が、オハイオ州のモレーン工場、GMT370 ロングボディ車が、 オクラホマ州のオクラホマシティ組み立て工場にて行われていたが、校舎については2006年2月20日の工場閉鎖により2006年モデルイヤー限りで廃止された。次期トレイルブレーザーは GMT360 の改良版となる GMT361 プラットフォームを用いて作られ2007年春に世に出る計画であったが2006年1月に GM は 現行のプラットフォームを刷新すことに決めた。しかしながら2006年6月、GM はこの GMT360 への次計画を巨額の投資が必要になるという理由でまたしても撤回した。GM はトレールブレーザーを2009年モデルイヤーまで存続させることにした。メキシコでは2008年。GM は オハイオ州モレーン工場を2008年12月23日に閉鎖し、すべての GMT360 車種の製造を終了した。工場閉鎖の1週間前の2008年12月16日に最後のトレイルブレーザーがラインオフされた。モレーン工場の閉鎖については、HBO のドキュメンタリー、ザラストトラック、クロージングオブ AGM プラント2009年で取り上げられた。 日本での販売グレードは、LT、LTZ、ロングホイールベースで7人乗りの X と LTX と、LTZ の4車種で構成される。米国での SS などのグレードは並行輸入や、三つ岡自動車、部部でしか手入れることができない。輸入は鈴木によって行われていたが、守護霊車の輸入権の遺憾に伴い、2007年1月1日から、ゼネラルモーターズ、アジアパシフィックジャパン、 グマプチによる輸入に切り替えられた。販売店は、鈴木アリーナ店、2006年まで、GM シボレー店、ヤナセ。米国では2006モデルで、フェイスリフトが行われたが、日本の正規輸入は、フェイスリフトが行われないまま2008年モデルを、最後に輸入が終了した。2011年11月のドバイ国際モーターショーで、先行コンセプトが公開され、 市販モデルは2012年3月の第33回万国国際モーターショーにて正式発表された。6月7日から GM タイランドのラヨオン工場で生産が開始され、同月からタイ国内で発売を開始した。今後はアジア、中東、南米など世界各国に順次投入される予定である。ただし、アメリカ市場には導入されない。 2代目トレイルブレーザーは2代目コロラドピックアップをベースとするボディオンフレーム型の SUV であり、コロラドと並行して GM ドブラジルにて開発された。エクステリアはサンパウロ州3カエタノドスルにある GM サウスアメリカデザインセンターにてデザインされ、フロントノーズなどがコロラドと共通となる。パワートレインもコロラドと同様である。 2WD と 4WD がラインナップされ、エンジンは新開発のデュラマックスディーゼル2種類、直列4気筒2.5リットルと2.8リットル、トランスミッションは5速、MT 及び6速 AT が設定される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。